ということで上総中野駅到着しましたんで、こちらのいすみ鉄道線の方に乗車していきたいと思います。終点の大原までね向かいます。じゃあ早速乗車していきましょう。車内はこんな感じです。ドア付近はロングシートまたは小さな座席と、その他中間部は4人用のボックスシートとなっています。なんかこういう感じでね、車両の中に展示物っぽいコーナーみたいなのがありまして、こんな感じで勝浦の観光マップみたいなのがありますね。でもこれは撮ることができません。そしてこれ勝浦カッピーという多分マスコットキャラクター的な感じのがあります。いすみ鉄道線の車両はワンハンドルマスコンを採用しているということにとても驚きました。田舎の路線なのでずっとツーハンドルマスコンかと思ってました。ということでですね、汽笛を鳴らして帝国通り上総中野駅を後にしていきます。本日も新鉄道をご利用いただきましてありがとうございます。ご乗車の列車は大崎新宿方面大原行きの電車です。大原まで各駅に停車いたします。ここで視聴者の皆さんにいすみ鉄道の歴史についてご紹介していけたらなと思います。いすみ鉄道は遡ること90年前、大正時代に木更津と大原を内陸経由で結ぶ路線として計画され、木原線と名付けられていました。1930年4月1日に大原大滝間が開業し、1933年には大滝草本間、1934年には上総中野まで開通し、さらに東草本や西大原などの新駅も次々に開業していきました。 JR 久留里線と直通接続計画をしていたのですが、その計画は悲しいことに潰れてしまいました。国鉄分割民営化まで国鉄木原線はここのいすみ鉄道線として走り続けていました。その後1年間の JR 木原線時代を経て、1988年にいすみ鉄道に転換されました。国鉄時代何度も廃線の危機に見舞われたそうなんですが、沿線の方々の応援により今があるそうなんですね。続いてですね、全部は紹介できないんですが、車両のご紹介、いすみ鉄道の車両のご紹介をしていきたいと思います。こちらはいすみ200型と呼ばれる車両となっています。可愛い車両ですよね。1988年に国鉄木原線がいすみ鉄道に転換された時に導入した気動車となっています。菜の花の黄色と房総の山と海をイメージしている緑と青のデザインとなっています。1988年から2018年の30年間いすみ鉄道で活躍しました。ご覧ください。車両のご紹介をしていきたいと思います。こちらはいすみ300型と呼ばれる車両です。2014年に導入された24年ぶりの新型車両で、窓が開いて向かい合わせのボックスシートとなっているため、昭和の雰囲気を味わえる車両となっています。続いて紹介するのはいすみ350型と呼ばれる車両となっています。こちらの車両は2013年に導入されたいすみ鉄道色の車両で一番新しい車両で、車内や外観はいすみ300型とは全く異なりまして、国鉄時代の機動車をイメージした外観にいすみ鉄道のカラーリンクを施し、車内はイベントにも対応できるロングシートとなっています。紹介したい列車はまだまだあるんですが、動画が長くなってしまうのでここで終わりにしたいと思います。申し訳ございません。画面上に表示している説明画像をご覧ください。小屋松大滝間は菜の花が綺麗な区間でもあります。まあ、他の区間も十分綺麗ですけれど、またねこのように水田も広がっていますので人気の撮影スポットにもなっています。
大滝駅到着前の橋に差し掛かりますと、運転士さんから大滝城が見えますよというアナウンスがかかります。ということで15時36分に大滝駅到着しました。いすみ鉄道線の主要駅となっていまして、本社も設置されてあります。列車交換待ちのためなんと17分も停車。田舎の路線あるあるですよね、駅で長時間停車というのは。15時53分に大滝駅発車していきます。失礼します。すいません、ガードレールの中入らないでください。いや、ここ菜の花植えてるんで枯れちゃいますからね、ぶん付けちゃったら。お花かわいそうなんで。いや、そこいらみんなそうなんですよ。なんかとにかく入らないでください。ただいまの場所はガールデールを越えて撮り鉄が結構入る場所とのことです。いすみ鉄道さんは菜の花をとても大切にしているんだなと感じました。皆さんも列車を撮影する際は必ずガードレールを越えて撮影しないようにしてください。鉄道会社に迷惑がかかります。木々が生い茂っているところを出て水田が広がる場所にやってきました。ここの場所はですね、いすみ鉄道で人気の撮影スポットである第二五の町踏切というところです。この踏切は遮断機がないため撮影がしやすく、多くの鉄道写真家が訪れるそうです。ということで国吉駅を発車で見てください。この車両何かがおかしいんですよね。おっと、方向幕が JR 久留里線となっています。なんででしょうこれは。いや、驚き。そうなんですね、いすみ鉄道は先ほども言ったように久留里線と直通計画をしていたんですね。いすみ鉄道で一番の急勾配であるところに差し掛かりました。人気の撮影スポットとなっています。JR 外房線と合流してきました。まもなく終点の大原に到着です。
はい、ということでですね、終点の大原までやってきました。約1時間10分の旅でしたね。いや、このね、黄色い車両とても可愛くてですね、最初見た瞬間惚れましたね、本当に。多分黄色は菜の花をイメージしているのかな、まあ、多分それしかないと思いますけれども、まあ、ということで今回はこちらで終わりにしたいと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録、まだお済みでない方いましたらよろしくお願いいたします。皆さんもぜひね、この可愛い可愛いいすみ鉄道線、多分ね、春に行くのが一番だと思いますけれども、まあ、ぜひね、行ってみて乗車してみてはいかがでしょうか。それではさようなら。